自分が作ったものが残り地域に貢献できる仕事だと思ったからです。お客様や地域の方に喜ばれる仕事を目指してます。一つの構造物をみんなで協力して成し遂げることが私の喜びであるやりがいです。こんな感じでできるんですよ。僕が2900